はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。水利組合のね、共同作業のお知らせが届きました。で、年2回ですね、掘りざらいと草刈りを今年もやります。で、掘りざらいが4月2日ですか。で、草刈りが、7月の2日と、4月と7月ね、2回、このイベントにね、参加します。で、これもね、農家をやっていく上では必要な作業で、まあこれからね、どうなんでしょうね。どんどん高齢化して、人数が減ってくると実施も危ぶまれちゃうんですけどね。まあこれは、まあ自分は連絡員なんで、もうちょっと上の人がね、どうするか決めるんでしょうから、まあ最悪はもう面積割でお金を出してもらって業者委託みたいな形に最終的にはねなるかもしれないよね。かもう水利組合解散しちゃって、この地主さんが、各自責任を持ってやってくださいっていう形になるかわかんないんだけど、まあいずれにしてもね、方法は2つだよね。業者委託するか各自でやるか。まあね、将来的なことは、まあ自分がね、今ここでどうこう言ってもしょうがないんで。はい、今年も、まあ、まだ元気なんでね、あと10年ぐらいは出られると思うんでね、共同作業の掘りざらいと草刈り行ってきたいと思います。で、これはね、私が連絡員になってるんで、5、6人だったかな、人数分コピーして、1枚1枚ね、1個1個ですか、各個に配りたいと思います。これ回覧板でやってしまいますと忘れちゃうんだよね。まあどうしても実機ギリギリにっていうわけにいかないんで、2、3週間前に流しますと必ず忘れる人がいるんで、人数分コピーして渡してどっか目につくところに貼っておいてちょうだいねということで、今年もやる予定です。はい、以上です。